こんにちは。こんにちは。今日はどちらに向かってるんですか？今日は、東京ですね。うん。東京。東京駅に。うん。東京駅、何しに行きますか？キャドカム学会。ライブ配信の時に言ってたやつですね。そうです、そうです、そうです。うん。僕、会員ではないんですけど、はい。ちょっと、なんすかね、キャドカム学会の、まあ、役員の、その打ち合わせがあるから、来ませんかっていうお誘いを受けまして、はい。ちょっと行ってきます。お、はい。それが今日の6時から、はい、うん、今日キャドカム学会の前に、うん、はいはい、ちょっと会う人がいまして、お、まあ、ちょっとまだ言えないんですけど、はい、その詳細はまたちょっと別動画で、撮らせてもらうんで、そこはまたお楽しみにしていてください。そうですね、はい。今は12時53分、はい、会う人がいて、はい、その後キャドカム学会に行くということですね。そうですね。お、はい、わかりました。はい。じゃあ安全運転で、はい、お願いします。行ってきます。眠くないですか今日は？いや、なんかね、まぶたがね、重い。なんでだろうな。何？眠くはないんですか？眠いんですか？眠くはないんですけど。うん。まぶただけちょっと重い。あ、重いですね。なんですかね。セロハンテープで止めますか？大丈夫です。大丈夫ですか？頑張ります。はい、じゃあ安全運転でお願いします。はい、東京駅の駐車場が満車でどこにも入りません。やばいじゃん。これは一体どうしたらいいんでしょうか。どうすりゃいい。マジで満車なのに車がいっぱい入ってきます。やっと止められました。駐車したところを忘れるから撮ったんですか、写真。はい。まだ撮った。これでいい。今からどこ行くんですか。え？で、です。終わったんですか？終わりました。初めてのサインはどうですか？サイン、初サイン書いたんです。汗だらだらでしたね。いや、あんなに緊張するのはあんまりないです。手震えました。じゃあ今からどこ行くんですか？今から、キャドカム学会。キャドカム学会の打ち合わせですね。出てきます。眠くないですか？いや、サインで眠気は覚めました。地下1階です。今日は、キャドカム学会。そうです、はい、キャドカム学会の、打ち合わせということで、なんすか、すごくすごい著名な先生方と技巧師と、あと衛生士さんとミーティングさせてもらいました。もうちょっとすごいこういう会だっていうのを前もって伝えておいてほしかったんですよ。
こんな格好で来ました僕。またね、はい、そうっす、はい、俺も今日、はい、まさかこんなにたくさんの、著名な方がいるって全く聞かされなかったんで、そうですよね、そうフランクな感じかななんて思ったら、そうなんか会議室をちょっと借りて軽くみんなでやるもんだと思って僕は来たんですけど、本当なんか理事会入ってでもそれがいい、素をさらけ出すというか、はい、とりあえずいつでしたっけ、12月の7日8日ですかね、はい、まあ概要欄しっかり見ていただいて、ああちょっとそのぐらいまた、はい、とりあえずその学術大会、うん、そうですね、はい、すごく今準備してるみたいなんで、うん、楽しみにして、すごくね、うん、著名な方がたくさん来られるということで、そうですね、これまでの多分セッションとはかなりボリューミーというかちょっと違うんで、ぜひ来ていただければと思います。らしいっす、らしいっす、はい、とにかく12月7日、はい、6、7、8かな、はい、詳しくは概要欄見ていただいて、玉石さんがせっかくいるから、はい、ということでまたなんか詳しいことは市毛さん等に聞きながらやっていきます、はい、はい、いいっすかね、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。Never mind all the lines on the highway. I aim to misbehave.